ビクトール・ジルベールはフランスの画家であるパリの人々の生活を描いたパリで生まれた13歳から装飾画家の見習いを始めた後にエミール・アダン、ジュール・ル・バッソール、シャルル・ブッソンといった画家の弟子になった1873年にパリの展覧会に出展を始め1880年のフランス芸術家協会の展覧会で入選した 1889年のパリ万国博覧会の展覧会でも入選し、ミュンヘンの国際展覧会にも出展した。パリの町の庶民の日常生活を描いた作品や子供を題材に描いた。1880年代にパリの美術賞グーピル商会がジルベールの作品をもとに写真製版による複製版画を制作し広く販売したことによって人気を得た。 毎年12月にクリスマスのための出版物の挿絵を描いた。1897年にレジオンドヌール勲章を受勲した。1914年にフランス芸術家協会の会員に選ばれた。生涯をパリで過ごし、パリで亡くなった。ありがとうございます。